皆さんこんにちは、こんばんは。皆さん、ホークスのコンボ困ってませんか？困ってますよね。今回はね、ホークスのコンボのコツ解説していきたいと思います。いやもうね、ものすごくねシンプルなんですよね。あのホークスのコンボできない人、あの最大のこう難所がね一つあります。感度を上げてください。あんまりね、僕ね、感度上げることとかおすすめしたくないんですけど、ホークスのコンボに関しては、ぶっちゃけね、こう、スイッチ、PS4、PC と、まあ、共通して一つ言えることがあるんですよ。感度上げてください。感度上げないと、多分コンボするの相当むずいと思う、マジで。で、もう感度上げるだけで、もう超しやすいと思うんで、騙されたと思って、一回上げてください。もうなんかいろいろ言いたいことあると思うんですよ。感度上げたらエイムとか悪くなるし、もうなんかちょっとキャラコンも苦手になっちゃうからどうしよう。うるさい。上げろ。感度。とりあえず感度上げましょう。というわけでね、コンボを実践でね、ちょっと解説しながらやっていきたいと思います。でね、なんで感度上げないといけないかっていうとね、ホークスって、まあ、一応ね、PC はね、視点依存で、多分スイッチとか PS4 もね、多少ね、こう、視点関係あると思うんだよ。敵がね、どこ行ったかね、わかんなくなっちゃうからね。さあ、見てください、これね。もうこうやってね、ワンコンした後にすぐ振り向いて、ベータをもう一回撃つ必要があるんですよ。だからね、めっちゃ視点って大事なんですよね。まあ、一回撃って、くるって回して、もうすぐベータで判定する。もうそれが大事なんですよ。そしたらもう確定で多分ね、270ダメージぐらい入るから、レベル9だとね。もうそれをするだけで全然違う。これも入ります。ほら、入った。もう超簡単なんですよね。もう視点が速くなるだけで、もうこんな違うのかっていうレベルで違うから、マジで一回騙されたと思って、感度高くしてみてください。もうね、魔法のように当たると思う。本当に。で、普段からね、こう、ホークスうざいっていう方はね、ぜひ、剣道ちゃん使ってください。ホークスのベータすべて弾いてガンマでしばけます。ね、結構ね、剣道ちゃんは割とマジでホークスに対してね、アンチピックだと思ってる。さあ、これも、反転でデックをしばいていく。オッケー。見て、今の戦闘だけで、1159ダメージ出てんだよ。ちょっとの戦闘で。やばない？マジで。ダメージ。もうどういうことみたいな。そんな出ねえだろ、普通みたいな感じですけどね。さあ、ホークス来ましたね。これも、ベータ判定。ちょっとこれミスっちゃいましたね。壁のせいでね。まあ、壁はあんま関係ねえか。もう一回行って。もう一回行って。ほら、二回当たった。超簡単でしょ？マジで簡単なんですよ。で、ホークスも瀕死だから追いかけて、あとアルファ打つけど、これは外れてしまいましたね。で、残りの敵がまだいるので、これは爆豪くいるんですが、とりあえず回復していきましょう。さあ、で、爆豪の方に迫っていって。ここベータ。OK 当てて。で、反転はちょっとこれ外れちゃいましたね。でも空中も追いつくことができると。はい、空中2発当てていく。完璧ですね。もう。空中2発当てれるのやばない。これもね、視点移動が早いからこそできるんですよね。本来だったら見失っちゃうんだけど、そんなこともなく普通に撃てます。さあ、これ爆豪上逃げていった。一旦くるくるしながらベータですれ違いざま当てていって、敵のホークスもいるね。敵避けていったね。うまいですね。今の旋回はなかなかですね。で、僕もしばかれてしまう。まあまあ、でも一応ね、こっちは人数有利取ってるんで、なんとかなりそうです。ガンマ置いときましょう、ここにね。で、一旦シールド回復を入れちゃいたい。全体入れちゃいましょう。さあ、これ全体入れて、味方が多分起こしてくれるので、ジャストで回復が入るはず。OK、ジャストライター。ナイス。で、爆豪起き上がったからベータ一発当てて、その間に味方がしっかり倒し切ってくれる。でね、このね、ホークスのベータやばいところがもう一つあって、ダウン値ついてない射撃スキルあるじゃないですか。デクのアルファとかね。あ、キデクのアルファとかね。それと組み合わせることもできるんで、非常に厄介です。特にエンデバーとホークスが一緒に来て、ホークスのベータの間にエンデバーのアルファ当てられたりしたら、もう確定でワンコンされます。もうマジでやばい。もうそのぐらいやばいんで、まあ、基本的にね、ホークスのベータ食らった時に敵の近く、近くに射撃キャラいたら、もう死んだと思ってください。まあ、そのぐらいやばいです。まあ、今回は味方ね、トガちゃんのアルファなんですけどね。マジでね、ダメージもいかれていますね。まあ、ちなみに、相沢先生のガンマとも多分合うはず。剣道ちゃんのガンマとも合うはずだから、多分いけるはず。結構ね、合わせれるキャラが多いんですよね。さあ、一旦これは上行って、空中浮いて、敵探し、あ、できますね。さあ、これは降り立ってからのベータ決めて、反転。はい、もう一回。ちょっとこれ当たんなかったね。さあ、これちょっと浮きながら敵の位置を見て、赤ダミにしっかり当てていく。で、ガンマでデク削っていって、ガンマ2発で敵の位置を割り出して、アルファで1人仕留め切る。で、ダミも結構瀕死だと思うから、これは覗きアルファで最後しっかり仕留め切っていく。オッケー。ワンチャン起き上がるけど、これはしっかり相沢先生が格殺入れてくれましたね。オッケー。いやー、いいね。もうね、いかに判定も早くするか。さあ、これも判定早いから当たらない。さすがに2段無理か。
当たらない時もあるんですよね、もちろんね。でこれ敵のホークスを追いかけていくんですが、これはちょっとさ、逆にベータやられてしまいますね。でも大丈夫です、これ逃げ切りましょう。で、ね、僕は意外とねガンマ上げんのもおすすめなんですよね。アルファ上げたくなるじゃないですか。意外とねガンマの方が有用なんですよね。まあ、っていうのもアルファってねこう一瞬でダメージ与えれるわけじゃないから、結構ね当たんないことが多いんだよ。でそれに対してガンマは結構当てやすいです。これは3コンしっかり当てて、もうホークスはミリだね。でもプルスウルトラ切ってきた。これガンマ撃つ、当たらない、ホークス逃げていくね。いやこれまだ結構いますね、敵がね。一旦シールド回復飲んじゃいましょうか、体力ちょっと削れてるからね。はい、飲み終わった。さあこれからコセカル回収してアルファ上げちゃいましょう。敵の方行こうか。どこに敵がいるか分かんないけど、これねアルファ打ちながら索敵することもできますからね。素晴らしい個性です、本当に。おかしいですこのキャラは。索敵もこなせるし火力も出せるし。さあ、あれ剣道ちゃんにしっかりガンマ当てて、味方の方見て大丈夫そうだね。さあマークしてあるから敵の位置は丸分かりですね。いやこのマークはね敵が回復してるかどうか分かるのがでかいんですよね。さあ味方もホークスにダメージ食らってるのかな、相当食らってるね。さあこれガンマもう一回剣道ちゃん当てて、ホークスベータ一回当てて、これはちょっと逃げ切られちゃいそうかな。どこ行った、追いつきたいですね。いや無理かな、追いつくのはさすがに。でもいっぱいいますねここね、一旦ね。さあこれガンマ置いといて敵の位置割り出します。さあ一旦加速して横側取って、今詰めてきてたから剣道ちゃんとホークスここら辺いそうですけどね。ノーズキアルファでホークスに対してダメージ与えていく。上に逃げてますね。これ追いかけてのベータはうまく外されましたね。でこれガンマ敵の位置割り出し、オッケー。どこ逃げたかも全部分かっちゃうからね、非常に強いです。さあホークスがあそこいますね、ちょっと近寄っていきましょうか。さあ近寄って敵も逃げていますね。さあガンマ、これはガンマシールドクラッシュ、ダメ取りは勝ってます。このまま逃がしたくない。もう一回ガンマでしっかりダウン持っていく。オッケー。さあこれ角切れちゃいましょう。あのねアルファがめっちゃ角切る便利なんだよね。あのねベータ角切るいいかと思いきや結構ね入れるの時間かかる。ぶっちゃけアルファが一番早いから、僕基本的にあのベータとガンマで倒して角殺アルファでするって感じにしていますね。さあ剣道ちゃんいましたね。これは一応位置をマークしておきます。この1マークがマジで強いんだよな。でちなみにあのホークス、あの結構いろんな人がねアルファから入ったりするんですけど、あのぶっちゃけアルファから入るのあんまりおすすめできません。まあ、あのアルファ全弾当たればいいんだけど、なかなか全弾当たることないじゃん。だからねぶっちゃけこのホークスのアルファ打つのってこっちから今から行きますよっていう主張をするだけなんで、まあ、正直近づいて特殊アクションで近づいてベータから入った方が圧倒的にダメージ出せると思います。なのでね、使ってるプレイヤーしっかりねベータから入ることを意識したら、あのかなりの量ダメージ変わるんじゃないかなって思います。はい、ガンマで引いていく。 OK、 このね長押しガンマで敵から引くこともできるからね、これもおすすめだね結構。さあこれは敵に対してアルファを打っていく。でガンマも打つ、これ索敵のガンマだね。赤旅はちょっと怖いけどこれはワンチャンいけそう。おちゃこ、うわ当たらないな、ギリ当たってないね、まあしょうがない。これは当たりそうだね、反転ベータ、もう一回行こう。これはもう一回は当たんなかったね。でもダビーがいるからダビーに対して一回当てて、これデクに対してガンマ打っていく。 OK、まあ、反転ベータは、まあ、運が良ければ 3発決まる。あの3発目はね結構避けられちゃったりするんだよね。ただ空中だと3発目は避けられないから、あの空中でベータを当てるとそういうメリットがありますね。当てるのすごい難しいんだけど、空中で当たったらね3発目はマジで避けれない。うん、まあそのためにもね感度を高くしてね、こうよりこう敵に当てやすくしましょう。まあ、結構ねこのベータの範囲が広いから、しっかり敵の方に向いてさえいれば当たるんだよね。逆に当たらないってことはしっかり敵の方向けてないってことだね。さあベータで上に上がっていって、これホークスいるからね、いた、オッケー。これはベータをしっかり2発、3発目ちょっと今外れちゃったね、今視点が足りてませんでしたね、ちょうど。そう感度ねこの時僕もちょっとねまだ足りてなかったんだよね、ホークスの感度には。この後プラスしてあげたらかなり当てやすくなったね。やっぱね視点移動足りてないと当たんねえんだよな本当に。さあこれ角入れていきましょう。ジャンプしながらアルファで角入れていく。ガンマ撃つ。さあ敵にしっかりヒットさせて、敵の位置はこっちから丸分かり。さあこれ飲み物飲んじゃいましょうか。撃ってきてんねアルファ、嫌ですね。ガンマどんどん撃って敵の位置割り出していきましょう。もう一回撃つ、いないな。ベータこれ当たる、反転、反転は外しちゃいましたね。でもう一回デクに当てて、もう一回反転当てて倒していこう。 OK、 いいね。でその動きにも当てて、ちょっとここは場所が悪いからアルファを適当に散りばめながら
旋回しておきましょうか。飯田くんもいるね、近くに。これ危ないですね。飯田くんに味方がやられてしまう。ちょっと不安が残っていますね、まだ今ね。さあ、デクが目の前で起こそうとしてる。これはさせたくないが、しっかり倒していく。飯田くん倒しましたね。で、ガンマでデクと、デク倒して、あと、トドロキかな、そしたら。覗きアルファをトドロキに打って、ガンマで敵の位置を割り出す。ベータで上上がります。で、最後、ベータ突っ込んで、反転ベータで仕留め切っていく。オッケー。倒していく。はい。結構決めれたんじゃない？ちょっとね、若干3発目外しがちだったんだけど、まあ、それもね、もうちょっと高くすればやりやすいと思うんでね。さあ、しっかりトドロキくん倒して、フィニッシュ。というわけで、ホークスのね、コンボのコツ紹介していきました。もし役に立ったなって思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さあ、最終リザルト見ていきましょう。最終リザルトは、7751、7人 KO、GG! バイバイ！